はい、こんにちは、ミカスです。今まで自分がバイクの車載動画、吸盤でね、ガソリンのタンクに、本体を固定して、それで撮影してたんですよ。そしたら、カブってタンクがシートの下なんですよね。でここ何にもないので、車載動画が撮れなくなってしまったんですよ。風切り音対策として買ったものがあるんですよ。はい、それがこちらになります。オーディオテクニカの AT9904、これを、外部マイクですよね、これをなるべく風の当たらないところに設置してやって、録音音もね、エンジンの音とかを拾ってやろうと思ったんですけど、この AS100V、 これの外部マイク端子っていうのがこの下のところにあるんですよ。純正のこの三脚つける穴、これをねつけちゃうと、ここ開かなくなっちゃうんですよね。でこれがある限り外部マイクが使えないと。もちろんウォータープルーフのケースも外部マイクさせないんで、でどうしたもんかっていうことで、オプションパート探してたらソニーから出てました。でその買ったオプションなんですけど、こちらになります。スケルトンフレームってやつですね。ちょっと開けますね。はい、品物はこういうプラスチックの、カバーというかね、ケースになるんですけど、こういうね L 字型の金具が入ってるんですよ。 L 字型ね。でこれをこの本体の向きに対してこうつけたりとか、こうつけたりできるんですよね。こう横にくっつけることによって下がねフリーになりますんで、これを使って外部マイクをつけてやると。でね、このスケルトンフレーム L 字になってるんで若干オフセットしちゃうんですよね。若干広角なんでそんなに気にはなんないかなとは思うんですけど、じゃあ早速つけてみようと思います。はい、ではですね、AS100V にこう挟み込むようにしてね、くっつけるわけですね。そっか。はい、ここで一つ残念なお知らせがあります。このね AS100V のオプションのこのレンズカバー、これつけてるとスケルトンフレームくっつかないらしいですね。マジか。ちょっとね、後でこの辺加工しようと思います。はい、くっつけてみるとこのように、下のところが端子がね使えるっていうことになります。はい、で純正のこの黄色いアタッチメントをつけて、こんにちは。はい、こんな感じで装着できました。なんかそういう番組みたいですね。でこれでカメラの固定ができたんで、次はね、外部マイクの方なんですけど、はい、 AT9904 こんな感じですね。問題はね、このマイクをどこにつけるか。ちなみにスポンジがこうねついてきました。問題はこのマイクをどこにつけるかなんですけど、ちょっとねいろいろ試しながらやってみようと思います。一応ねこういう付属でクリップがついてくるんで、これを活用しても良さそうですね。ではね、早速ちょっと、これで走ってみてこようと思います。さあ、どんな感じに撮れますでしょうか。行ってきます。
でしょうか。もしよかったらね、こっちの方登録お願いします。